さん、こんにちは。こんにちは。はい。今日も始まりました。第137回ワイズキャンプです。イェイ。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、世間のイメージとはちょっと違う秘書のお仕事を徹底解剖ということで、お送りしていきたいと思います。で、今日は秘書課のお二人にお越しいただきました。早速簡単に自己紹介をしていきたいと思いますので、まずは井槌さんからお願いいたします。はい、井槌と申します。舞鶴には2016年に入社しました。で、初めは総務に配属になったんですけど、で、今は秘書と総務の業務両方をやらせていただいている感じです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。続いて田中さん、お願いいたします。はい、秘書課の田中と申します。昨年の12月に入社いたしまして、まだまだ、日々、テンパりながら、日々勉強しながら頑張ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして私が、人事採用部の宮永と申します。入社が2015年の7月ということで、もうすぐ7年目を迎えようとしておりまして、つい最近まで産休育休を取得しておりまして、先週戻ってきました。私もワイズの、ありがとうございます。ワイズの変化っぷりにもう驚いて、今ひっついていくのにいっぱいいっぱいというところで、私もまだまだ勉強中なところではあります。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大野さん、はい、コメントありがとうございます。本当だ。早速来てますね。今日はですね、実際に秘書としてご活躍されているお二人にご参加いただいてますので、秘書のお仕事内容についていろいろ伺っていければと思っております。ご視聴いただいている方はですね、ぜひいいねとシェアをしていただいて、拡散のご協力もお願いいたします。コメントも随時お待ちしております。ということでですね、早速ですね、いろいろお話をお伺いしていきたいなと思うんですけれども、秘書というと、結構私の中のイメージで、社長とか役員の、スケジュールの調整であったり、社内外問わずですね、例えば会食とか、なんか、そういうイメージがすごくあったりするんですけれども、実際はどういったお仕事をされているんですか？でも、宮永さんのイメージ通りではありますね、基本的には。そうなんですね。はい、社長の予定の調整して、アポの調整とか、会食、でも最近はあんまり、もう、ないんですけど、会食の調整したりとか、社内ミーティングの調整とか、やっぱ社外の方とのやりとりメインになってますね。じゃあ、結構社外の方ともやりとりが多いということで、結構社内以外問わず、対応があるということですね。はい。あとはなんか、社長の資料作成とかもあるっていうふうにお伺いしたんですけれども、どういった資料作成をされることが多いんですか？そうですね。来社とか、あと、ウェブ会議とかの時に先方に社長が提案する資料だったりとかを作成する業務も秘書課でやっていて、で、あとはイベント系でも、経営方針発表とか、入社式、内定式か。入社式、内定式の資料作成とか、この前、田中さんと大野さんと一緒にみんなで頑張ってやりましたね。はい。社長のプレゼン資料を頑張って作りましたね。そうですね。はい。はい、なんか、私の勝手なイメージなんですけど、ワイズの社長ってめちゃくちゃ他社さんとの会議であったりとか打ち合わせであったり、それこそ社内の警報とかも結構頻繁にやってるイメージがあるので、それこそ資料作成の回数ってめちゃくちゃ多いんじゃないかなって思うんですけれども。多いですよね、田中さん。多い、そうですよね、多いと思います。はい、やっぱりそうなんです ね。多い時は1日に 2,3 件は、はい、あるのがメインなんですけど、資料作成に関してはもう一人秘書のサブマネージャーがいて、その大野がやってくれてるんですけど、1日に3件多いときはやってるって感じですね。ありがとうございます。今、サブマネージャーの方もいらっしゃるということだったんですけれども、実際に今、秘書課の方っていうのは、全員で何名ぐらいの方で稼働されているっていうことなんですかね。今、3名ですね。はい、あ、3名なんですね。じゃあ、井槌さんと田中さんと、先ほどの大野。大野、はい。へぇ。3人でやってます。ありがとうございます。
なんかその3名っていうのは基本的に社長の予定をっていう感じなんですか、うん、それともその他の役員、多分ワイズたくさんいらっしゃると思うんですけれども、含めっていう感じなんですかね。うん、難しいですね。でも社長です。ただまあ、社長、はい、役員の方とも関わることはもう日々たくさんあるんですけども、はい。なんか今下に流れてるんですけど、時短で働くママさんもいらっしゃるっていうことなんですけど、はい、大野さんが、はい、あ、そうなんですね。はい、はい、ママやりながら、基本は16時半の退勤のシフトでやってますね。あ、そうなんですね。16時半なんですね。ありがとうございます。なんか初業務っていうと結構イレギュラー対応とかも結構あったりっていうのは多いんですか？イレギュラー対応がほとんどな気がしてます。でも多分どこの、どんなお仕事もそうだとは思うんですけども、マニュアル通りにいかないことの方が多いと思うので、そうですよね。今は現場で何も経験値をいっぱい重ねるっていうふうに自分で思ってやってます。はい、ありがとうございます。なんか私も人事採用やってて、はい、結構もう経つんですけれども、その中で結構思うのが、秘書って結構人気職種で応募してくる人多いなっていうイメージがすごくあってですね。なんか人気職種っていうのがイメージに ありまして、結構社内でも気になってる方ってすごい多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、その実際に秘書をされている方にお聞きしたいなと思ってたのが、向いてる人って実際どういう人なのかなっていうのは聞いてみたいですね。どうですかね。サポートするお仕事にやっぱりやりがいを感じられる方、表舞台には立たないですから、私たちは。そうですよね。そう、はい、社長を助けて、で、縁の下の力持ちになってサポートして、はい、そこにやりがいとか、こういうことをもっとやっていきたいって思える人、はい、ね、かっこいい。本当に表にはね、出ませんから、私たちは、サポートに徹底できる方、そうですね、本当にそしたらホスピタリティというか、というのがすごく必要になってくるっていうことですね。ありがとうございます。ちなみになんですけれども、田中さんが、昨年に入社されたってことなんですけれども、はい、田中さんがその秘書になった経緯とかっていうのはどういったところからなんですか？もともとは、秘書に応募していたわけではなかったんですけれども、人事の方と選考を重ねていく中で、その秘書どうっていうお話をいただいて、で、びっくりだったんですけども、すごくこうサポートするお仕事っていうのはすごく興味があったので、秘書業務としては実務経験ゼロだったんですけども、挑戦してみたいなと思って、はい、ぜひお願いしますっていう形で、はい。あ、じゃあ田中さんは、ワイズに入って初めて秘書業務っていうのをされてるっていう流れですね。はい、そうです。ちなみに今まではどういったお仕事が多かったんですか？今までは数社経験してるんですけども、広告の法人営業の仕事と、あとは、投資の会社で事務職していて、あと前職では動物病院でのスタッフとして働いてるので、本当に全く畑違いな転職をしたっていう形ですね。すごい。なんか私も今思い出したんですけど、私ワイズに応募したきっかけって、はい、そういえば総務秘書で応募したなって思って、そうなんですか。私もでもご縁あってちょっと人事の方でお仕事させてもらってるっていうところなんですけど、なんかワイズは結構そういう未経験からいろんなことをいろんな仕事っていうのを任せてもらえるっていうのはすごくありますよね。水内さんは確か総務とも兼任をされているっていうふうに伺ったんですけれども。そうですね、はい。最初は秘書課はなかったので、本当に総務として入社して、でやっているうちに秘書課もちゃんと確立していこうということで課ができて、で私は総務と秘書の業も両方やってるって感じですね。はい、実際に総務課として確立されたのっていつぐらいからなんですか？秘書ができたの、私、さっき調べたんですよね。いつだったかな。秘書ができたのは、10、
2000年の4月になってますね。2000年。はい。本当1年、1年かな？あ、2020年ですね。あ、2020年ですね。あ、ね、2020年ですね。できてますね。だから1年。確かになんか私も産休に入る前、秘書課ってあったかなって思って、うん、で、この1年でもすごく事業部が、ね、たくさん増えたので、やっぱりその中で増えていった。あ、なんか早速コメント来てますね。秘書は女性の憧れですって。いや、もう確かに、なんか響きがですね。響きがですね。そうですね。響きが。やっぱりこんな感じですごくあの秘書のお仕事すごく興味あるっていう方って社内すごい多いんだなっていうのはありますね。実際になんか今後人数増える予定とかっていうのは今あったりするんですかね。どうなんでしょうね。でもいろいろこう私たちもスキルアップしてできることの幅たくさん広げてってで拡大していければいいなっていう思いはありますね。そうですよね。事業も拡大しているし、会社も拡大しているし、うん、その中で秘書がまた増えて拡大していく可能性っていうのはたくさんありますよね。うんうん、もうなんか、あ、早速またコメントが、すごい。なんか秘書課の方々は、ワイズのいろいろなことに詳しいですよね。確かに。ね。ついていくのに必死で。いやいやいや、なんかもうプロフェッショナルっていう感じがすごくひしひしと。伝わってまいります。そうなんですね。イメージが結構先行してるから頑張んないといけないですね、田中さん。あ、そうですね。なんか名前間違えちゃいますね。とんでもないです。頑張ろうと思います。 もっと実際になんかその秘書ってお仕事をされるにあたって、うん、秘書検定とかそういった資格とかって実際必要だったりするんですか？私持ってないですね。田中さん持ってない。私も持ってないです。持ってない。はい。そうなんですね。うん、はい、じゃあ実際にはその秘書検定がマストっていうわけではない。ないですよね。はい。ビジネスマナー的な部分はもちろん、詳しいことはマストではあると思うんですけど、資格の面では特にって感じですかね。あ、そうなんですね。それよりかは先ほどのそのホスピタリティであったりっていうところの、気持ちで、気持ちの面であったりとかサポートっていうところに尽力できるかっていうところの方が大切っていうところですね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。なんか実際その本当業務を進める上ですごく様々な業務をされてると思うんですけど、なんか気をつけていることとか心がけていることってあったりしますか？どうですか、田中さん。まあ、私はやっぱり思いやりの気持ち、まあ、相手を思う、あ、素晴らしい、の部分かなと思ってます。まだ本当に日は浅いので、でなんですけど、でも、もう関わる方たちがすごく偉大な方たちばかりなので、なかなかこう、同じフィールドでお話しできないっていうことももちろん多々あるんですけども、でもまあ、相手がどなたであっても、想像すること、思いやることっていうのはできると思ってるので、相手の立場だったりとか、なんか状況をこう、おもんぱかるっていうところは怠らないように意識してます。まだまだ足りてない部分、はい、たくさんあると思うんですけど。素晴らしいです。本当に毎日伝わってきます、それが。多分、汗かいてる感じが井槌マネージャーにも伝わってる。でもなんかお互いにすごく信頼されてお仕事されてるんだろうなっていうのがすごくこっちにも伝わってまいります。本当ですか？うん、嬉しい。相手をもう本当ワイズのヒューマンポリシーにもあるようにというところですごくなんか業務がやっぱり相手を思って仕事してるかしてないかってすごくそのスムーズにいくかどうかっていうところにすごい直結してくるなっていうのがありますよね。田中さんはあれですか、在宅で今お仕事をされているんですよね。はい、はい、そうなんです。もともと入社当初からずっと在宅で稼働してます。はい。何かその在宅で秘書の業務をする上で、はい、例えばこんなところ大変だったよとか、もしくはあんまりギャップなかったよとかっていうのあったりしました？そうですね。まあ、在宅でお仕事するのも初めてだったんですけども、やっぱり最初は、こう、在宅だと現場のことがこう目では見えないので、すごいこのコミュニケーション
っていうのが難しかったりとか、特に気をつけなきゃいけないなっていう意識をすごくしていて、本当に小さいことでも共有して、連携してっていうことは心がけていて、ただ私の場合は目指すところがもう、いづちマネージャーとのサブっていう、もう明確にその背中をこう追えてるので。なので、すごくそう密にこう連携してるので、画面越しなんですけど、もう隣に座って一緒に稼働してるかのような、なんていうんですかね、安心感っていうか、すごいいい意味で今密だなって思います。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ取りますね。はい、そうですね。あ、そうなんですね。ありがとうございます。じゃあ、特にその、入社してからのギャップっていうのも特に感じられずっていう感じですかね。秘書業務に関してはギャップ、イメージと違ったなっていう部分はなかったですね。本当に。イメージ通りというか。ただまあ、ここまでこう、自分の言動だったりとか、言葉に、すごく思いをこう巡らせる必要があるんだなっていうのは想像以上でした。あ、そうなんですね。はい。なんか、コメントでも来てるんですけど、在宅で秘書ができるってすごいですよねって。本当私もそうですけど。そうですよね。実際、社長に会って、目の前で何かやり取りをして仕事をするってことはないので、はい、基本、山崎社長とは、メールとか、スラックとかメッセンジャーとかでやり取りをするので、全く在宅で仕事するって分には問題ないですね。じゃあもう結構ワイズってすごい在宅勤務っていうのもどん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 取り入れてっていうところなんですけれども、やっぱり出社と変わらず稼働環境が用意できるっていうところですね。すごく環境はやっぱり整備していただいてるなって、入社当初から、はい、感じました。あ、じゃあ田中さんはあんまりこう、はい、社長と会う機会もほとんどないですけど、そこに関してはあんまり違和感とかも感じずでしたか？最初はすごくちょっと不思議な感じはあったんですよね。そうですよね。はい。私は出社してるから結構顔合わせる機会とかもあったりするんですけど、はい、そうですよね。田中さんに関してはほとんど入社初日とかのご挨拶だけとか。もう本当に、はい。直接は本当にその回ですね。不思議な感じしたんだ。初めやっぱり不思議でした。ただ、まあ、慣れてきますね、やっぱり。ああ、はい、そうですよね。実際ね、私が事務所で社長とやり取りするのも全部メールだったりメッセンジャーだったりするので。はい。そうですよね。変わらないですよね。在宅でも事務所でも。そうですね。そういう意味では、うん、はい、変わらないかなって思います。うん、宮永さんはどうしちゃったのかな？感染症ですか？なんか通信が、ね、なかなか戻ってこなくなっちゃった。でもどうでしたか？なんかもう入社の初日とか翌日ぐらいから、はい、あ、おかえりなさい。あ、今着きました。大丈夫ですか？よかったです。すいません、急に。はい。ただいまです。はい、お帰りなさい。なんか、今話せたんですけど、入社の、もう翌日とか、当日から幹部との方とかと、社長とかと早速やりとりが始まるじゃないですか。はい、そこに関してとかは、田中さんはなんかこう、抵抗じゃないですけど、なんかなかったですか？あ、抵抗とかは全くなかったんですけど、まあ本当に緊張はもう、まあ今でも本当に緊張するシーンたくさんあるんですけど、ドキドキでした。入社初日、そうですね。初日の1週間、最初の1週間、ちょっと出社していろいろ教えていただいてたんですけど、やっぱり最初からそうですね、役員の方とかもやりとり多くて。早速始まりますね。ドキドキ。ドキドキ。そうですよね。はい。バックヤードの組織にはない感じかもしれないですね。もう入社してすぐ一般社員のうちから、山崎社長とも取締役役員とかともやりとりをする。確かになんかその部分って本当秘書ならではだなっていうのはすごいありますね。ならではだと思いますね。そうですね。はい。私も顔と名前を
一致する前からね。そうですね。やりとりが始まって。はい。なんか確かに私もなんか人事になってしばらくしてから社長に直接メールを送るようにっていう感じなので、確かになんか秘書ならではって感じですね、本当に。そうですね。でもその点本当にいい経験をさせていただいているなと思います。はい。ありがとうございます。なんか実際ですね、今日のテーマにあるちょっと世間のイメージとはちょっと違うっていうところの部分として、うん、例えばその秘書業務っていろいろあると思うんですけど、ワイズにしかないな、こういう業務とか、もしくはワイズだからこういう、うん、なんかこういう業務も結構あるよっていう部分ってあったりしますか、うんうんうん、食事会とかですかね。ね、うん、成績優秀者の食事会の運営は今秘書でやってるんですよ。うんうん、あの3種類ぐらいあって、新卒の成績優秀者の、上位の食事会とか、あと責任者の、はい、成績が良かった人の食事会、アルバイトと一般社員含めた、一般とアルバイトが対象か、で、成績がいい人の会って3つあって、その運営をしてたりとか。あ、へぇ、確かに。インセンティブがすごく豊富な会社だったりするから、そうですよね、本当に、ね、なかなか、うん、本当にすごいと思います。他にもなんかあれですか、イベントの運営とかに携わったりっていうのはあるんですか、うんうん、ね、社外の人方を呼んだりするときは秘書が窓口になって連絡を取ったりするので。あ、そうですね。じゃあ、一時受け、はい、一時窓口というか。そうですね。オンラインイベントやるので見てくださいとか、こういうイベントやるので、来てくださいみたいなやりとりは、秘書が窓口でやってる感じです。へぇ、なんかもう本当に会社の顔っていうのがそのままっていう感じですね。そう言われると、はい。そうですね。なんか私は拠点にいるので、結構そういう本社の方にそういう総務とか秘書とか、そういったバックヤードの主要な機関が集約されてるイメージがあったりするので、結構そういう秘書ってどういうお仕事をしてるのかなとか、もしくはなんか他にどういう部署があるのかなっていうところで、結構気になる部署ってたくさんあって、そのうちの一つが今回の秘書だったので、なんかすごいいろいろ知れて嬉しいです。はい。なんかあれですね、こう、田中さん入社して多分4ヶ月ぐらいだと、はい、なんか、いろいろなんか、はい、社内用語とか、多分いろいろ慣れてきた頃かなっていうところですかね。あ、そうですね、まさに、うん、はい。ワイズの雰囲気っていうものにも慣れてきたかなとは思ってます。やっぱりさっき井槌マネージャーからもあったみたいに、割と特有のというか、イベントだったりとか、っていうのが結構いくつもあるので、そういうものにも、こう、慣れてきたかな、と思ってます。ただまあ、今多分コロナでなかなかイベントとかもできないものとかもあったりとかっていうのはあると思うんですけど。そうですよね。なんか、コロナになる前って、本当ワイズってすごくたくさんイベントがあってっていうところで、その中で結構。そうですよね。うん、総務、秘書の方が関わる機会とかもすごいあったのかなと思うんですけど。お食事会とかも、はい、そうですよね。今、オンラインでお食事会も、ね、うんうん。あ、オンラインのお食事会とかもあるんですね。あ、集まれないので、やっぱりそうなんですね。成績優秀者の食事会は、オンラインでやってます。あ、そうなんですね。この前、ランチ会でしたね。12時から1時までとか1時間枠取って、で、ランチ会するんですよ、オンラインで。オンライン。お食事の手配とかっていうのは実際どういうふうにされてるんですか？まあ、その食事会の種類によって自分たちで手配するものと、会社から用意してる会とかあるんですけど、会社で用意する場合は、出前館で、なんかメニューピックアップして、どれがいいって選んでもらって、私たちが、弁当をその人のいる拠点に配達してもらうみたいなのをやりましたね。すごい、なんかもう本当そのお食事会がきれいに運営できるようにもういろんなところに手配してくださってるんで
お弁当選ぶの大変でしたよね。そうですね。対象者全拠点にいるんで、大塚だけじゃない。そうですよね。みんな選んでいただいて、無事に成功してよかったです。うん、あ、結構月に何度もある感じですかね、オンライン食事会って。2、3回は、はい、ありますよね。あ、そうなんですね。はい、結構もう頻繁にそういった設定というか調整っていうのも入ってくるということですね。ありがとうございます。なんか私たちすごく秘書の方に支えられて稼働ができてるなってしして感じます。いやいや、そんな私たちも大変お世話になってます、人事の皆さんには。いえいえ、とんでもないです。いえいえ、こちらこそありがとうございます。そんな感じでですね、秘書のお仕事というところで、うん、今日は井槌マネージャーと田中さんに来ていただいたんですけれども、多分秘書のお仕事について多分中身の理解ができたという方も非常に多くいらっしゃるんじゃないかなというふうに思ってます。うん、でも私としてはもう本当に目配り気配り心配りのプロだなというところでして、なんかコミュニケーション能力であったりとかホスピタリティっていうところと、あと本当に人間力が必要なお仕事だなっていうのをすごく感じた、はい、会になりまして、秘書の会にぜひ出ていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、ぜひまた機会があったらお越しいただきたいなと思ってますので、今日はご参加いただきありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。はい、また来週もぜひ見てください。それでは、さようなら。ワイスコア、企業のデジタル化を支援しています。ワイスキャンプの出演者、スポンサーも募集中。希望の方は、説明欄をご覧ください。